横浜プラザホテルは、かつて、神奈川県横浜市の横浜駅前に所在していたホテルである。横浜駅東口、企業県本店と国道1号線の間に位置する。客室は、シングル55室、ツイン50室、ダブル6室、トリプル5室、和室2室の計118室。桜、不要、青い、羽衣の4つの宴会場を有した。 17階建てで、客室は7階から13階。低層階は、商業施設、浜プラザで、花屋、飲食店、鹿、横浜ポルタ従業員食堂、アニメート、ラシン版、メディアカフェポパイなどのテナントが入居していた。横浜プラザホテルの正面玄関近くには、日本ガソリンスタンド発祥の地の石踏みがあり、横浜プラザホテル建設時に設置されたものであるがそれ、 以上の詳細は不明で、明治時代にこの地に輸送所があり、灯油の小売りを行っていた子から設置されたのではないかと推測されている。なお、1956年の地図ではこの地に横浜米油の給油所が確認でき、横浜プラザホテルも横浜米油、株式会社が運営していた。1974年に横浜プラザホテル開業。2005年6月よりリニューアル工事に着手。 同年12月に完成した。2017年3月に公表された耐震診断の結果、建物の除却が決定し、同月中にホテルの営業を終了した。ホテルの営業終了後も、商業フロアのテナントの一部は営業を継続したが順次閉店し、残るアニメート横浜店も2019年3月19日に浜プラザでの営業を終了し、 同21日に横浜ビブレへ移転した。ありがとうございます。